皆さんどうも、本日はですねこちら旬の白菜ですねを使った毎日食べても飽きのこないシンプルな浅漬け作っていきたいと思います。今回はですねいつも以上に漬けシリーズでは一番簡単なレシピになってるんですけども、だからこそ毎日作っても疲れてる時でもどんな時でも簡単に作れる、そんなレシピになっております。塩もみも必要ありません。本当に食材をカットして袋に入れるだけです。じゃあ早速やっていきたいと思います。で今回使う白菜こちら8分の1ぐらいで、普段売ってる一玉丸ごと2分の1、4分の1ってあるんだけど、4分の1のやつを半分にカットするぐらいで OK って感じかな。で、グラム数にすると500から600ぐらいあります。じゃあまず白菜、こちら芯の部分だけカットします。そしたら食べやすい大きさにまずカットする。で、芯の部分に行くとちょっと大きめじゃないですか。こういうのはさらにちょっとカットしてあげる、半分ぐらいに。で、なんで最初にカットしたかっていうと、白菜って芯のこの芯の部分の中の方が普通に洗っただけじゃ取れない汚れがたまにあったりするんですよ。まあ、今回のやつ結構白菜綺麗ですけど、それをねカットしてから洗った方が二度手間にならないので最初にカットしております。じゃあ次洗います。では洗っていきます。こういうのですね、こういう汚れを落としていきます。こんな感じでよく洗ったら軽く水気を切って置いとけば OK です。もう完璧に水分を取ろうとかしなくて大丈夫です。キッチンペーパーとかで拭いたりとかそういうのも全然しなくて大丈夫。もうザルで切れる水分量で OK です。そしたら漬ける液作っていきたいと思います。今回はジップロック、こういうジップがついてるタイプ使うんですけども、もちろんそれよりも薄いポリ袋でも大丈夫です。ただポリ袋を使う場合は二重にした方が液漏れがないんで安心だと思います。まずは塩小さじ2、砂糖大さじ1、酢、僕はいつもね米酢使うんですけども、米酢の方が酸味がまろやかなんで火とか通さなくても酸味が苦手なお子さんとかでも食べやすいです。ただ穀物酢でも全然 OK です。お好みです。そこら辺はこれを大さじ2、そしたら塩昆布大さじ1、まあ一つかみくらいですね。はい、こちらは減塩タイプでも普通のタイプでも OK です。M が気になる方は減塩タイプで、こんなもんですね。そしたら最後お好みで唐辛子、こちらを割って中身の種だけ抜いておきます。そしたらあとはそのままポイッと入れるだけです。調味料はまさかのこれだけです。はい、あとは軽く揉んで液を、はい、溶かしたら、そしたらあとは白菜入れるだけです。はい、入れたらよく揉み込みます。もう見てもらえば分かるんだけども、かなりねほら水分が出てきてるんだけど、さっきよりボリュームが減って水分ができてるんだけど、こうなったらもう空気を抜いてできるだけでいいですよ。はい、この状態で30分漬けるだけで OK です。普通の浅漬けの素と一緒です。で、30分経てば普通に浅漬けとして食べられるんですけども、つぬぎ日になると
昆布の旨味とかも出てくるので、まあそんな感じでお好みの状態になったら食べてくださいって感じです。はい、もう簡単です。で、本日も実はじゃじゃーん、もう作ってあるんですけど、1日経つとこんな感じですね。もう見てもらえばわかると思うんだけど、全く別でしょ。これぐらいまで水分が出て白菜がね、ちっちゃくなりますね。こんな感じで、これだともう1日しっかり使った感じになります。もう昆布の色合いも出てきて、ちょっと黒っぽくなったでしょ。まあそこら辺はお好みで、30分から一晩経つとこんな感じになるよっていう感じでございます。ということで本日はこちらと納豆やら海苔やらで一緒にご飯食べていきたいと思います。で、今回の浅漬けは本当にシンプルな浅漬けで、まあ毎日食べても飽きない感じの浅漬けになってるんですけども、お好みで七味醤油とかで食べたりすると個人的にはめちゃくちゃご飯が進みます。ということでそんな感じで食べていきたいと思います。朝食、はい、自食していきたいと思います。いただきます。いただきます。はい、もう理想の朝食じゃんね。もうでも毎日これでいいもんね。で、ちなみに今回はその白菜、浅漬けの白菜と、はい、あのそれを巻いて食べるような海苔、あとプラスお好みで七味醤油、さっき動画で言った七味醤油、はいはい、これしかも柚子が入ってるんで、はい、で、お正月の余り物です。はい、オッケー、いただきます。はい、じゃあもう、うん、間違いない味です。ちょっと俺は七味で、もう最初から俺これもう浅漬けはね、七味醤油食べるのがめっちゃ好きだから、七味醤油で、はーい、うん、うめえ。だってもう塩おむすびとこれが添えてあるお弁当でいいもんね。もうね、本当にそう、それやっぱ昆布がいい味出すよね。そうだね、一日経つとね、うん、あ、うん、うん、ちょっと俺もうかまぼこもしてみて。こういう浅漬け系はお醤油に合うね。合うね、やっぱあのそのまんまで食べられるように塩味も調整してるし、うん、お米に合わせられるのいいよね。最初から醤油入れるんじゃなくて後から七味醤油で食べるみたいな。マジでうまい。こういうのがいいんだよな結局。ということで、本日はですね、はい、もう多分僕のレシピでは多分一番簡単なんじゃないかな。調味料も作り方も含めて、うん、あの即席浅漬け、白菜の浅漬けをね作らせていただいたんですけども、まあ、調味料もね、あのずっと食べても飽きないような感じのほんとシンプルな味付けにしております。ほんとどのご家庭にもあるような、うん、あの調味料しか使ってないので、なんだったらもう白だしとかそのめんつゆとかそういうのも一切使ってないしので、まあそこら辺もね含めてめちゃくちゃ簡単にできるレシピになってるんじゃないかなっていうのと、あと塩もみそういうのも必要ないし、あの単純にもう白菜をカットして洗ってその袋に入れるだけっていう、その手間ももう普通に朝起きた時で作っても問題ないぐらいで、朝一番最初に作って他の料理作ってる間にもう浅漬けとして食べられるっていうレベルのほんと簡単さなので、あと時間もかかんないしね、うん、すごくおすすめになってるんじゃないかなと思います。はい、どうでした？美味しかったです。いや、ほんとシンプルだけどやっぱ白菜って結構旨味が強いからさ、そうだね、それだけで十分ご飯が進む味になってるので、そうだ、ね、ぜひ作ってみてください。美味しいです。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。